しょ。Hello, this is Tonton Train. ということでね、今日は宮城2日目。昨日の夜ね、メロディーから、カナダからね、深夜1時過ぎにね、いっぱい招待、ウォーグルの招待いただいて、うち3匹がシャイニーになりました。で、1匹が 98% で。よかったです。田舎滞在で、6人レイド自体がなかったりとか、移動しながらだったから、そんな集中してできなかったからさ、すごい良かった。なんか、ここに来て、ルーチ外確率と、高個体確率が上がっております。すごいね。トントンらしくない。まあいいや、はい。今日は、朝、ホテルでバイキングがあるので、ちょっと朝ごはん食べて来ようと思います。レッツゴー。で、温泉卵は、まあ、作れなくはないけど、生卵で食べれるやつを買うとなるとちょっと高くなるんだよね。これいいよ。日本滞在ももう短いからね、できるだけ食べてもらう。イエーイ。よし、じゃあ行くべ。レッツゴー。こちらが古川駅で有名な金の郵便ポスト。これ実際にね、郵便ポストとして機能するので、ここに手紙入れるとちゃんと届くんですよ。で、これが、あれ、こっちじゃない、ペーストな、あ、卵割れちゃった。そういえばね、大阪からね、卵1個もセットしてなくてね、やっと久しぶりに割れたって感じ。わしぼし、あれない、あれ去年までなってたのに。去年じゃねえや、3年前来た時。あら、まあ、なってない。まあいいや、新幹線までちょっと時間あるので、ちびっと観光はしないけど、こうブラブラしながらね、ちょっと時間潰します。ということで、僕帰国の旅宮城来てるんですけど、宮城っていうよりは古川ですね。大崎で、大崎にまたございんって、また来てねって意味です。大崎にまたございんね。いろんな面白いのあるから、こういう橋があったり、鳴子橋とかね、確か前の動画に載ってるはず。で、こういう温泉があったりとか、鳴子といえばこけしです。鳴子、首がこうキュッキュッって鳴る子だから鳴子こけしです。鳴子こけし、なんで鳴子って言うんだ。なめこみたいな。なめこじゃねえ。こけしです。沼、一回行ったことあるね、とかいろんなのがあるから、ぜひね、トントンの聖地巡りの一つとして行ってみてくださいね。僕が行ったとこ、あ、これ動画にあったやつだみたいなのもあると思うので、ただまあ、うちの親戚を探すとかね、そういうのはやめてください。ということで、新幹線乗るよ。
ということで、東京ではないんです。ここはどこかな？すぐわかるよ。はい、ということで正解は郡山駅でした。郡山駅といえばあの場所です。もうね、日本滞在時間も短いからちょっと宮城から帰ってきたばっかりだけど行っちゃうよ。はい、ということでこちら郡山のラッキー公園でっかいっしょ。これ名古屋でいただいたやつちょうどな感じ。ちょっとねスーツケースに圧縮されてきたラッキーですけど、ちょっと明るすぎるかな。これぐらいかな。ラッキーラッキーで遊具でちょっとねラッキーがいっぱい出るらしいということと、あとレイドもあるらしいので色違い狙ってちょっと行きましょう。おお、いきなり切らした。おお、色違い。やばい。もうなんか最近、日本帰ってきてから色違い運がすごいんだよ。よっ。すげえな。ずるい。ああ、逃げないで。逃げないでよ。よいしょ。OK。Let's count。ずるい。2 1 Gotcha! イエイ。色違いの郡山ラッキーゲットだぜ。おー、なんかバトルに使えそう。すごいね。他にあるかな。郡山ってつけとこう。違うか、公園ってつけとこうか。 OK。 他にはラッキー、あれ、何、なんでこんなベトベトがいっぱいいんのこれ。ラッキーはどこ行ったの？ベトベターの巣になってる。まあ、いや、これギフトがおそらくもらえるでしょう。例によって僕の画面はまだ映ってないんですけど。よー、いいね。じゃあどんどん行きましょう。熱い。なかなかね、思ってるほど湧いてない。なんか他のやつがボンボコ湧いてる感じでね、日陰のベンチがないからすっごい暑い今。やばい。 であんま見えないし、これ明るくないから液晶が。まあ一発目シャイニー出たからいいんだけど、ほらこんな感じ。今ビリリラマーとかなんだっけ、これベトベタとかなんか違うのばっかり湧いてんだよね。なんか思ってたほどラッキーラッキーしてない。ちょっとね軽く歩いてたんだけど暑すぎて飲み物でも買おうかと思って、自動販売機が近くにないんで、このすっごい暑い夏、この郡山のラッキー公園来る人は市役所の方にセブンイレブンがあるから、そこで買ってった方がいいかな。今向かってるんですけど、
ない、やべえ、やばい、ちょっとね、水分補給しないとまずい、やばい、熱い。買ってきた、マジやばい、ちょっと口ドアップになっちゃったけど今蓋開けてる。はい、アクエリアス飲むよ。ああ、やばいこの暑さ日本。まあこの暑いのもそろそろ終わると思うと僕は気が楽のような寂しいような感じですが、もうちょっとだけラッキーとかギフトとか取って戻ろうかなと思います。レッツゴということで、郡山のラッキー公園でした。すごく暑いのとあまり湧いてない、申し訳ないけど、で湧いたと思ってこうタップする前に消えちゃったりとかね、いろいろあるんで熱中症になる前にちょっと帰ろうかなと思います。ちょっと旅行続きでね、ぶっ倒れても困るんで息子たちもいるし。ということで、これ名古屋でもらった、あ、伊吹ふぶきさんからもらったラッキー人形と一緒にラッキー公園来ましたということで、じゃあ新幹線乗って東京戻ります。バイバーイ。ああ、暑かった。バスでだいぶ涼んだけど、郡山駅戻りました。よいしょ。ああ、すげえ汗かいたから着替えたわ。びっちゃびちゃ。いやー、日本は暑いな。ということで、最寄りの新幹線の駅に着きました。イエイ。ということで今回のブログは以上です。またねー、バイバイ。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。宮城からラッキー公園に行くことになって、ラッキー公園、福島郡山のね、ラッキー公園行ってきました。名古屋でね、伊吹ふぶきさんに、動画、名古屋編では動画にしてなかったんですけど、カフェでね、伊吹ふぶきさんに、ラッキーの人形をもらった。今、ここで見せられないのはオランダに持ってきてないからなんですけど、ラッキーの人形をいただいたので、あ、じゃあラッキー公園行けんじゃんって路線でね、ちょうど降りれるところに、郡山があるから、じゃあ行ってこようってことでね、行ってきたんです。その日です。すごい猛暑日だったの。この動画でもだいぶ白飛びしてると思うんですよ。ものすごい暑い日だったんですよ。
だからね、あの時は本当画面あんま見えないし、ラッキー持ってると暑いしみたいな。で、自販機がたまたま見つからなくてセブンイレブン行ったりとかね、いろいろしたんですけど、ただあのラッキーが いるとかね、ラッキー関連のこう、なんでしょう、ポケモン関連のその遊具があるっていう状況がまずオランダにはないから、あの、すごい面白かったです。ただ、なんかね、巣になっちゃってたのかな。ラッキーがそんなに湧かなかったのと、暑すぎて、あと画面がもう暗くなっちゃってて、あの、日が当たるとさ、スクリーンって見えにくいじゃないですか。だから全然なかなか見えなくて、もう暑いからやばいね、みたいな感じで。でもまあ、2、3時間はいたのかな。まあ、ゆっくりして、帰ってきたっていう感じですね。はい。で、帰りの新幹線だから、これで日本の旅終わるんだって感じでね、ちょっとしんみりしてました、自分の中で。その、もう、3日後にはオランダ行きの飛行機に乗っている状態なので、その間2日間はもう準備に当てたんですね。日本食とか、まだ会ってない人たち、親戚関連の人に挨拶するとか、いろいろあったので、その2日間はちょっとドタバタしてたので、日本からオランダに飛ぶっていう動画も特に撮らずに帰ってきてる次第でございます。はい。2週間今日のね、日本の滞在期間、本当にね、あっという間でしたね。本当あっという間でした。この2週間どうだったっていうことをね、実はね、別の動画撮ったんですけど、25分ぐらい語ってたので、今撮り直してます。Vlog として、思い出として残せるものが残ってよかったなと思ってます。今まで、前回までは1ヶ月ぐらい長めに滞在してたんですけど、フリーランスだったからね、今はちょっと無理なので、2週間ちょいってなっちゃったんですけど、最近ニュースが発表されて、KLM ってオランダの飛行機会社なんですけど、冬に直行便が復活するっていうニュースが出ました。なので今も直行便ではあったんですけど、その韓国に経由するある国のところを通れないから、こう航路がね、ぐちゃ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 して、結構ね、長い飛行時間で韓国にやっと着いてっていう感じだったんですよ。16時間ぐらいかな、トータル日本に着くまでが16、7時間で、待機時間含めると20時間ぐらいになるっていう、そういう旅だったんですけど、今冬あたりに直行便が復活するっていうのと、あと日本のニュースの方で PCR の検査ですよね。事前にそのコロナの検査を受けなきゃいけなかったものが、ワクチンを3回打ってる人は免除になるかもねみたいなニュースが出てるので、もうこれからどんどん帰りやすくなるのかなと思ってるので、まあ冬に帰れるかどうかはお財布事情とかね、いろんなことを検討しなきゃいけないからわかんないけど、帰りやすくなるのかなと。あとオランダがね、ロックダウンとかなってなければとか、いろんな話もあるんですけど、また帰れそうな感じがしてきたので、ちょっとワクワクしてます。いや、でも、本当あっという間だった。全然ね、自炊もしないでほとんど外食して、ラーメンだ、寿司だ、なんだ、つってね。やっぱ日本はご飯が美味しいの。日本にいる間にね、十何キロぐらい、13キロかな太ったんだけどね。4日オランダに来て4日ぐらいでね、元に戻ったよね。だからほんと相当食べてたなっていうのと、オランダでは相当質素なご飯食べてんだなっていう、感じですけど。まあ僕は元気にやってます。このオランダの背景になってますけど、もうオランダで元気にやってます。オランダ、日本のあの酷暑が懐かしいぐらい、オランダ涼しくてですね、涼しいってこともないけれども、日陰に入れば割と涼しく過ごせるし、そのムワって感じの暑さではないので、オランダだなって、やっぱ落ち着くなみたいな。感じがして、今回の日本の帰国でいろんな人に会ってね、いろんな優しさ、愛を受け取ってね、まあ、いろんな人に後押しされて、やりたいことはぜひやってくださいみたいな、輝いてるトントンをね、やっぱ皆さんは見たいっていうことをすごく感じたので、やっぱ自分が楽しんで生活してる姿を見せないと、動画やってる意味ないと思ったんで、ちょっとね、頑張ろうと思います。ただ、見ていただいて気づいてくれた方はいると思うんですけど、やっぱりベルリンから僕の中ではいろいろ解放されたので、もうちょっとポケモン動画が増えるのかななんて思ってます。で、また長く語るとね、長い動画になっちゃうんですけど、一個だけ言わせて、名古屋で、鶴間公園で、ファイヤー出たんですよ。ガラルファイヤー。で、あの日から毎日歩いてても、一回も出会えなかったガラルファイヤーに、この前出会いました。で、ゲットしました。ツイート見ていただいてる方はね、分かってると思うんですけど、ゲットしました。
はい、でもフリーザファイ、え、フリーザとサンダーはね見たことがないので、これもね撮りたいんだけどね、まあぼちぼち楽しんでやっていこうと思います。今後もね、オランダの風景とか、あのドローンとかね、あのオランダってね結構いろんなところでドローン飛ばせるので、ドローンの感じとか、やっぱ皆さんが見れない、日本では決して見れないような風景とかを撮りながらポケモンもね楽しんでいこうと思います。で、日本の旅の動画はこれで終わりなんですけど、このあともう一本、日本で撮った動画がもう一本あるんです。とあるあの埼玉県の小川町のYouTuber さんとコラボしてきてますので、その動画が次に上がると思いますので、よろしくお願いします。そこにフィナーレが挟まっちゃうかもしれないけど、日本の最後の、本当の最後の動画はその YouTuber さんとのコラボになるんですけど、旅としては今回で終わりってことでね。はい、そんなところでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。日本で会えた方本当にありがとうございました。会えなかった方もね、連絡くださった方も本当に申し訳なかったんですけど、次回ぜひ会いましょう。あとオランダに来たら絶対会いましょう。オランダに来てね。まあそんなところで今回は終わりです。ありがとうございました。また皆さん元気で過ごして、ね、また会おうね。バイバイ。はい、ユーチューバーのゆうすけさんです。はい、どうも。あの、ビジュアル系、お互いにね、ちょっと飛ぶ直前なので、ゆうすけさんのポケモン GO ってどういうタッチ CCT って分かります？証言にするための技術が CCT です。すごい。じゃあ、このチャンネルを始めたきっかけとは何でしょうか？哲学なんですけども、はい、ポケモン GO って